はい、かろうじて YMAX が両方ともつながっている状態です。これでスピードテストを行ってみたいと思います。よいしょ。3.8 と 2.53 と出てますね。で、0.3 と 0.5 ですかね。ちょっと位置をずらしてみたいと思います。今度同じぐらいの数字になってるみたいですね。 2.74、2.89 ですね。で、0.5 と 0.4 ですね。もう一回やってみましょうか。今左手にある方が昨日買った、イーボですね。で、右側が私、発売当日に買ったイーボになります。で、 OS は 2.3-4 ですね。あ、今度は右側の方が早かったですね。こっちが 2.95 で 2.67 と出てますね。じゃあ今度は、YMAX を切って 3G でやってみてください。 YMAX 切断ですね。はい、YMAX が切れて、今 3G 回線になってますね。アンテナはともに1本ぐらいしか、あ、今3本立ちましたね。こっちが2本かな。はい、じゃあそれで行ってみます。0.43 と 0.47 ですね、ダウンロード。で、アップが 0.49 と 0.41 ですね。もう一回いってみたいと思います。よいしょ。
0.52 と 0.53 ですね。アップの方が 0.47 と 0.3 となっております。こんな感じです。